フィリッポは、リーは、イタリアモンツァ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。現役時代は戦術への適応力や、守備意識が高く、マンマークと流れを読む能力に長けたディフェンダーとして知られていた。普段は、センターバックとしてプレーしたが、時には右サイドバックやスイーパーとしてプレーすることも、あった。AC ミランに、長らく在籍し、 クラブの黄金期を支えた。1981年に AC ミランの下部組織に入団。1982年からはトップチームに昇格したが、一旦ペスカーラカルチョにレンタル移籍した。同クラブでの活躍が認められ、1982から83シーズンにはミランへ復帰。トップチームでのデビュー戦となったホームのエラス。 ベローナ FC 戦では4の2で勝利を飾った。同シーズンはリーグ戦28試合に出場した。ミランに在籍した13シーズンの間に、アリーゴサッキやファビオカペットラの下でセリエ A を5回、ヨーロピアンカップを3回、インターコンチネンタルカップを2回、UEFA スーパーカップを3回、スーペルコッパイタリアーナを4回制覇するなど、大きな成功を収めた。 ミランでは通算325試合に出場して4得点。セリエ A では通算217試合に出場して3得点を上げている。レギュラーを務めていた当初はフランコ・バレージ、マウロ・タソッティ、パオロ・マルディーニと共に先発していたが、1988から89シーズンからは怪我の多さからアレッサンドロ・コスタ・クルタの控えに回ることが多くなった。 それでも1994年に行われた FC、バルセロナとの UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、出場停止のコスタクルタに代わり先発出場。フリストストイチコフとロマーリオの2トップに仕事をさせず、無失点に抑え、クラブの同大会優勝に貢献した。ミランには1996の97シーズンまで在籍したが、その冬には、 出場機会を求めて AC レッチャーナ1919に移籍した。2シーズンプレイした後、セリエ B のブレシアカルチョへ移籍した。その間、1999から00シーズンに、ブレシアはセリエ A に昇格。さらにカルロ・マッツオーネの下、ロベルト・バッチオラと共に残留に成功した。2001年からは、 ディビジョン1のワトフォード FC へ加入し、自身初めて国外でプレー。2002年には母国の SSD プロセスと認識し、2004年に現役を引退した。A 代表戦の出場歴はないが、1984年から1987年の間に U-21 サッカーイタリア代表の試合にはに7試合出場している。また、 UEFAU-21 欧州選手権1984と1984年オリンピックにも参加している。2004年の引退後は指導者としての道を進み、2008年8月からは、フルセ AC ミランのユースチームの監督を務め、また、ミラン時代のチームメイトのカルロ・アンチェロッティのアシスタントコーチを、同じく、ミラン時代のチームメイトのマウロ・タソッティと共に務めた。 また、一時期は評論家としても活動していた。2012年9月、フィグックによる育成機関コベルチャーノでコーチングを学ぶ。2009年より、ミランのユース部門責任者を務め、ジャンルイジ・ドンナルン・マヤ、マヌエル・ロカテリラを輩出。2017から18シーズンをもって、同職をマリオ・ベレッタに譲った。モリア・ロッソネラ、フィリッポ・ジョバン・ニガリ、マリ・ロシネラ、 ビット、モリア・ロッソネーラ、2015年4月1日閲覧。モンドカルチョセリエ B1999、2000、フィリッポ・ガリハット、AC ・ミラン・ホール・オブ・フェーム、フィリッポ・ガリ。ACMILAN.com。AC ・ミラン、2015年3月31日、閲覧。フット、ジョン、ウィニング・アット・オーレコスツ、エース・キャンダラス・ヒストリー・オブ・イタリアン・サッカー、ニューヨーク。 ネーションブックス、P228、ラストーリアデラタティカ、ダサッチエイアーディオラ、ユーロスポート、2016年3月10日閲覧、アレッサンドロ・コストカーテ、マリロ・シネラ、イット、2015年1月12日閲覧、ザ・ジョイ・オブ・シックス・グレート・ディフェンセス、ザ・ガーディアン、2016年3月9日閲覧、コスタ・クルタ、コントロ・ロ・ステア・ワ・ラフィナーレ・ピュー・ベイリア、 サッチエラウンヘニオー、スパツヨミリン、イット、2016年3月9日閲覧。ラン。ミラン1988から1994、ロックアンニディエーコンピューニー。ストリエディカルチョ、2016年3月10日閲覧。ラン。スペチャーレスクワドレネッラレジェンダ、ミラン 93-94VS インテル09-10。カルサイオマーケート、イット、2016年3月10日閲覧。ラン。 週刊サッカーマガジンの4571994.6812から115ページ、ワトフォード2から1ウォールソル、watfordfc.com2010 年6月26日閲覧、コンボカーチオーネイ、プリサンドゼインカンポ、ガーリ、フィリッポ、フィグック、イット、フィグック2015年4月1日閲覧、AC ミランコミュニケートウフィーチャーで ACMILAN.com2015 年4月1日閲覧ミラン育成改革の舞台裏どんなルンマやロカテリをどう排出したサッカーダイジェストウェブ2018年7月29日閲覧伸びたインカーサミランベレッタレスポンシビレデレジオバナリーゴールドットコム2018年7月29日閲覧 ありがとうございます。